しもし、長尾です。長尾幹事です。はい、あ、今羽田着きました。はい、あ、向かいの方が、あ、すみません、あの空港到着出口に女性、はい、紺のジャケット、はい、到着出口だろ。長尾幹事です。いるんなら早く言ってよ。事業部の赤名リカです。荷物これだけ。はい、倉庫行って商品の積み込みしなくちゃいけないの。付き合って。はい、以上です。お疲れ様。お疲れ様でした。終わりました。ありがとう、行こっか。はい。どうした？元気ないな、声に。そうですか。8月31日の小学生みたい。なんか東京に嫌なことでもあるの？いや、嫌なことっつうかちょっと不安なのかな。どうして？そりゃやっぱ不安ですよ。愛媛から一人出てきて東京で何やるか分かんないし。そんなの何があるか分かんないから元気出るんじゃない。こういうもんだ。大丈夫、笑って笑って。今この時のために今までのいろんなことがあったんだって、そんな風に思えるように。だからね、バッジつけて。バッジ？その日その日の思い出をピッカピカのバッジにして胸に貼って歩いていくのね。はい。元気？あ、もうなんか1学期の終業式の小学生みたい。うん、行こう。はい。最初の一枚だ。え？
いや、サラリーマンの事例ってのはな、4枚あるんだよ。会社に入った時、偉くなる時、飛ばされる時、辞める時、寂しいもんだ。これがうちの渡辺だ。あ、よろしくお願いします。どうも、渡辺です。よろしく。わからないことあったら何でもこいつに聞け。え、教えられた逆のことやればいい。じゃあ、付き合いとけよ。はい。じゃあ、またね。あ、どうも。ねえ、あの女、仕事。ああ、さっきちょっと。あんま関わんない方がいいと思うよ。どうして？そのうち分かるから。はい、もしもし。勝手に出るなよ。誰？女なんでしょ。し、はい。おお、長岡。ああ、今こっち着いたから。ああ、なんだ今電話出たな。猫だよ。お前一度猫電話出んのか。ああ、いや、あのさ、三上来るよな、同窓会。あいつも食っかな。え、誰？いや、ほら、あの安西とかさ、あと関口とか。ああ、関口ね。来るんじゃないのかな。あ、お前らこっち会ったりしてんだろ。いや、あいつ俺のこと嫌ってるからな。そんなことないだろ、昔から友達なんだから。あいつは友達じゃないよ。なんだ。女。そんなもんかな。あ、まあいいさ、そんなことは。健一。うん、じゃあまたな。え、おい。板張りの長い長い廊下の突き当たりに使ってない教室があったの。そこが私たちの内緒の泊まり場。大人なんだけど弟みたいな三上君と、子供なんだけどお兄さんみたいな長岡、それから私、いつも三人一緒だった。どっちが好きだったの？二人が仲良く話してるとこ見てるのが好きだった。うん、三人で学校サボって海見に行ったこともあった。長尾君は海はいいよなって本気で感動してるの。でも三上君は防波堤に腰掛けてずっとうつむきっぱなし。私、三上君のかかと踏んだ足元見ながら思った。ずっとこのままでいたいなって。5年ぶりに会うんだ、二人と。長尾君とは安心して会えるかな。三上君と会いたくない？会いたい。今日からうちの営業に入りました、長尾です。事業部長の。長尾幹事です。よろしくお願いします。あ、頑張ってください。はい。赤な。はい。お前、春のキャンペーンの担当だったよな。はい。うちの新戦力に事業の仕事を大間が教えてやってくれないかな。はい、わかりました。いや、頼んだぞ。はい。よろしくね、カンチ。カンチ？あ、俺の名前カンチじゃなくてカンジなんですけど。私の小学校の同級生にね、山村寛治君って子がいたんだけど、その子みんなから寛治って呼ばれたよ。これが彼の今度の発表会の運営マニュアル。ああ、リサーチの結果とかも後で教えるけど、まあ、あるとなくて扱う点にも違うしね。この種類あんまり役に立たないかもしれない。いや、あのさ、ごめん、なんか分かんないとこあった。あ、いや、そうじゃなくて、あの飯食ってる時ぐらい仕事の話やめない？あ、俺が何にも知らないからだと思うんだけどさ、あの、なんかこういうのってせかせか焦ってるだけでさ、なんか逆に時間の無駄遣いって。いや、違うわ。うん、幹事の言う通り、私もそう思う。そう思うんだけど、ついつい忙しくてこういうの慣れちゃうんだよね。うん、そうだよ。そう、幹事の言う通りだ。いただきます。いただきます、ね。うん、似てるでしょ。何急に。
全然モテない。なんで？いや、なんでって、暗い青春引きずっちゃってさ。なんだ？ずっと好きな子いたんだけどさ、なんか結局いらせずじまい。大学。いや、ここ。あ、もういいじゃん、そんな話。ダメ、聞きたい。それでそのことはどうなったの？いや、どうも、一応今度会うんだけどさ、こっちで同窓会って。ここに、片思いしてた子も来るんだ。そう、5年ぶり。そっか、青春の1ページと再会するんだ。うまくいくといいね、そのこと。それでは、長尾寛治君の状況を祝して乾杯！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 長尾、長尾、長尾、佐久子、引っ越すのか？ああ、久しぶりだよな。ねえ、まだサッカーやってるか。俺さ、今保険会社に勤めてんだよ。言えないでしょ。え？俺はね、長男が名刺にしてるんだ。で、今度さ、うちで新しい保険ができたからさ、ちょっと。なあなあなあ、お前去年のワールドカップ見た？見てない。なんで？だってブラジル大会の時はさ、毎晩テレビ見て盛り上がったじゃないか。で、長尾長尾、ちょっとこれ見て見て、これね、お前が死ぬ月々3万ずつ払うだろ。そうするとお前が死んじゃった時に最高7000万だよ、7000万。さとみ遅いよね。え、関口さとみ来るの？来るでしょ、さとみは。変わってないだろうないや、でもそれは分かんないぜ。だってあれからもう5年も経ってるわけだろ。当然あいつだってお前男の前1人や2人やできてたらしい、まあ、絶対捨てちゃってるよあいつ保険入ってたっけ。ごめん、遅くなっちゃって。全然変わってねえよ何？あ、長尾くん。いや、あ、ねえ、ここ座れば。ここ何持ってんの？いつもそう、渋谷って苦手。やっぱ変わってない。擦れてるところが冷凍保存してあったみたいだねすごいは。花ほど悲しいものはないよね。せっかく10万出したスーツも見せる男がいないし。そんな高い服着てジンマシン出ない？あ、何？サボテン買ったの？うん、楽しみしてますね。ね、行こ行こ。ごめん、私明日の発表会の準備。あ、そっか。また今度付き合うからさ。うん、じゃあね。うん、バイバイ。ごめん、これで新しいの買って。何よ。あ、いや、はい、松下くん。これ気になってないのかな。誰？あ、うん、三上くんとか。うん、来ないんじゃない。池口、池口に入って。池口、お前男できたのか。男できたんだろ。いい子が来たよ。みんなそう思うんだろ。よっしゃ、よっしゃ、多数が揃うぞ、みんな。完成。池口に男ができたと思う人。当たり前。僕はできてないと思ってた。はい。あ、いや、どうしたの、中村。いや、あ、三上、お前、あ、どういうお前だ。お邪魔します。カニさんがいっぱいいるんだ。カンチ。どうしたの、こんなところで。どうぞ、ほら、こっちのセリフだよ。知り合いだったの？さっき引っ掛けた。引っ掛けたんじゃなくてひっくり返したんでしょ。そっちは？え？カンチの彼女。あ、そうだろう。へえ。何よ。いや違う違う。いや違うって。あ、行こうぜ。え？あ、二次会の店決まってんだよ。
構わねえあんな連中。今日はお前と飲むために来たんだ。行くぞ。行っちゃおう。行こう。ああ、またお前のせいで友達なくして。そういえばお前高校の時からそうだったよな。お前が流した女の子一人一人慰めてもらったことがあった。ああ、玉ねぎとハンカチみたいな関係だったんだね、二人は。あのな。でもね、長尾くんが慰めてあげた子は、その後みんな長尾くんのこと好きになったんだよ。嘘、俺そんな意味あった覚えなんかないよ。いや、それはお前が鈍感だからさ。でもなんか嬉しい。え、何が？ちょっと不安だったんだ。もう5年待ってなかったし、2人と会っても昔みたく話せないんじゃないかと思った。ああ、それは俺もそう。関口がさ、腰にスカーフなんか巻いてきたらどうしようかって。似合わないって。ねえ、覚えてる？3人で学校サボって海見に行った時のこと。え、あ、ちょっとごめん。驚いた。何よ。いや、ずいぶん変わるんだな、昼と夜じゃ。大学で見た時はただの優等生のお嬢さんかと思ってたよ。どうしたの？ん？何？焼いてるみたい。三上君に？あ、まさか。昔からそうだもんね。うん、みんなよく言ってさ、三上の人生にベッドシーンはあってもラブシーンはないって。そう、大体なんで私が三上とのことで。あ、じゃあ私の見間違いだ。あ、そうだ、長尾くん、ピンポン。え？さっきの。あ、あ、いないんだ彼氏。長尾くんでね、いつも私の寂しいのとか悲しいのとか、そんな気持ちをひょいってすくい上げてくれてたの。ほんと、三上くんとは全然正反対。ごめんね、待った。他の店行こう。そんじゃね、バイバイ。ごめんごめん、大学の研究室で一緒なんだ今。高校の時と一緒だな。俺が女の子誘ったりしてると、なんか背中に冷たい視線感じてさ、なんだろうって振り向くと、いつも関口が詐欺すむような目で見てた。相変わらずだな。関口の潔癖症は不治の病かもな。三上、私帰るね。あ、いい、俺は出るよ。あ、ここ長尾の森ね。そんじゃね、バイバイ。バイバイ。あ、ちょっと、おい、ちょっと待てよ。あ、あの、すぐ戻ってくるから。三上。彼のこと嫌いなの？嫌いって言うんじゃないけど、三上君といるとイライラする。でもいいよね、こうやってさ、同級生と今でも会ったりできんのって。そういうのないの？私の友達ね、みんな海の向こうなのよ。海外に住んでたんだ。私なんかどっちかっていうとそういう方が羨ましいけどな。あ、ねえ、電話番号教えて。うん、33帰った。あの、三上が謝っといてくれって。そう、三上くんがそんな気使うわけない、はい、あ、ありがとう。ありがとう。小さな親切、大きな下心。あの、俺なんか恨みでもあんですか、あなた。ガチャガチャガチャ、もしもし。はい、もしもし。あの、俺なんか恨みで。ガッチャン。あ、そうだ、カンチ、これあげるね。なに、俺、君の電話番号なんか。いいから。
い、長尾ですけど。私。あ、あかなさん？よくわかるね。あ、私のこと好きなの？あ、すいません、間違い電話でした。あ、何、今帰ったとこ？うん。ねえねえ、彼女のことなんでしょう。え？カンチの青春の1ページ目って、さとみちゃんのことなんでしょ？どうして？わかるよ、顔に書いてあったもん。ねえ、それ私が読んであげようか、彼女の前で。あ？自分じゃ言い出せないでしょ。好きって一言が早口言葉500個言うよりも難しい時ってあるもんね。大きなお世話です。なんで？この私が恋のキューピッドになってくださるのよ。自分に敬語使わないでください。だから。え？もしもし？もしもし、ごめん。もしもし。あのね、俺を新入社員だと思ってからかってるわけ。あの、どちらにおかけでしょうか。関口ですけど。え、あ、関口。この CT というのはまあレントゲンの一種だと思ってます。 X 線の吸収値の差で画像を作り CT 値を測ります。長崎、はい、1の CT 値はいくつだ。 40.3 です。まずまず本当なのと。へえ、偉いね。見ないでよ。ちょっと見せて。ちょっと何すんのよ。昨日あれからどこ行ったの。知りたいな。どっちの君が本当の君なんだ。ほっといてよ。そっぽ向いてる女はこっちに向かせるのが趣味なんだ。風緑みたい。はい、よろしく。風緑は風の吹いてる方に背中を向けるものなの。だけど、私あなたみたいな男大嫌いだから。みんなそう言うよ。これがね、MTT の0404、はい、これ今一番売れ線だから。あ、これは負けられないね。はい、どうぞ。あ、サンキュー、うん、はい、長尾さんも。あ、ありがとう。長尾さんって愛媛ですよね。うん、そうだよ。あの愛媛ってあれだよな、あの成人式に足に縄つけて塔の上から飛び降りるってそういう儀式がある。そんなもんあるわけないでしょ。あ、ないないです。中途入社ですよね。そう、あの向こうで一度就職したんだけど、やっぱこっち来たくない。本当は社内恋愛で問題を起こして居づらくなったとか。私と問題起こしません。長尾君はね、こう見えてもむちゃくちゃ手が早いからね。ちょっと待ってくださいよ。俺がいつ。赤名リカ。長尾さんの人と何かあるんですか。あ、いや、ないないない。やめとけよ、あの女。できたってことだ。え、ちょっと。さあ、また。じゃあ、赤野よろしく。はい。渡辺。はい。ほらな。はい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 。え、何でしょうか。明日の発表こちらな。え、かけたよ。知らなかったんだから。どうだったって。どうしたの。どうしたのって。
夜待ち合わせしてるけど。やったじゃん。どこどこ。教えない。なんで。ピッポッパ、もしもーし。ピッピッピッ。誰と話し中なのよ。教えたら冷やかしに来るんだろ。ぐらい行くわよ。だから。じゃあさ、じゃあさ、顔に書いといてあげるよ。僕は君が好きだ。さとみはね、ここ一番って隙がないからダメなのよ。好き？そう、隙を作んなきゃダメ。男が好きって言えるようにね。大きなお世話。だって私、さとみがデートするなんて初めて聞いたもん。だって同級生よ。そんな大事件。向こうはさとみのこと好きかもよ。まさか。ここ何時に終わるの？え？待ってるから。あ、長尾くんと約束があるの。あ、長尾と？なら3人でさ。そんじゃね。そんな、困る。待ってるよ。まだ怒ってんのか。何？動くな。はい。変わってないな。卒業アルバムのまんまだ。どうしたの？え？急に誘ったりして。何か問題ある？だって今までこんなことなかったじゃない。5年も前からお互い東京にいて。忘れてたからな。忘れてたはずだったんだけどな。順調。え？あ、もう赤菜はどうした？運搬中のトラックが首都高で事故。運搬中？今日の発表会のか。あのラケットは車内に在庫があるんですけど、ウェアが全く。で、事業部には誰もいないのか。全員会場の仕切りなんです。倉庫の方にサンプルがいくつかあるはずなんですけど。分かった、うちの連中に連絡取ってみる。はい。で、テニスの発表は何時が？うん。どうした？あ、早く行け。はい。下手くそ。じゃあ長尾くんやってみて。おいいよ、俺はもうバッタみたいなピューピューなんだよ。1、2、3、4、5。あ、すごい。今度は三上くん。え、いや俺はいいよ、長尾に花持たせてやるよ。んなトゲのある穴いらねえよ。三上くん、しょうがねえな。その代わり俺分かったら関口は俺のもんだ。え、
かっちゃって。あ、ごめん、ちょっと。もしもし、あの長尾ですけど。幹事？え？あ、あの、なんかあったんですか？今どこにいるの？ちょっと会社の方トラブっちゃってさ、悪いけどここで。行っちゃうの？ごめん、あと二人でさ。時間かかんのか？さあ。昨日の店にいるよ、仕事早く終わったら来いよ。その方が関口もさ。いいの？待ってるから。じゃあ悪いけど。ああ。
コーンチ。もう頭の中ね、ダイハードとね、インディ・ジョーンズとね、いっぺんにやってるみたいだった。それは大変だったな。でも、よくあの時にカンチあんなマイペースでいられるよね。それは俺のろまだって言いたいわけ。そういうのっていいと思うよ。さとみちゃんが言ってた通り。そうだ、関口と三上昨日の店で待ってない、行かなきゃ。うん、じゃあここで。うん、ねえ、うん、一緒に来ないか。いいの？今日のお礼に。こちらこそ。長尾がいなくなった途端黙り込むんだな。高校の頃からそうだった。怖かったのかな、三上君と二人きりになるのが。俺のことそんなに嫌いだったのか。長尾によろしくな。帰るの？嫌いになんか、嫌いになんかなれたらどんなに楽だったろう。5年前東京に出てくる時、駅までの桜並木を歩きながら思ったの。胸の奥のとこにしがみついてる思い出全部ここに置いてこうって、あんな奴のことなんか全部忘れちゃえって。あー、今夜星が出てるよ。え？そりゃ出るよ、夜なんだから。違う、東京で星が見えるのは珍しいことなんだから。一つ持って帰りたいな。え？もうみんな星みたいに変わらない距離でいられたらいいのにな。ああ、いた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 。ずっと関口に嫌われてるとばかり思ってた。一番ずるいのは関口、お前じゃないの？だって三上君あの頃は。
で。追いかけてくる。え？こっち早く。どこ行くんだよ。あそこ。え？私ね、カンチが三上君たちと楽しそうに話してるの見てて羨ましかった。私小さい時から転校ばっかりしてたし、10代の頃はずっと海外にいたから昔からの友達っていないんだ。仲良くしてた友達たちも今はどこでどうしていることか。でも寂しいわけじゃなくって、例えば寂しいことがあっても眠れない夜があってもさ、そんな時はこうやって星空を見上げる。きっと世界中にもこうしてる人がいっぱいいてさ、みんなそれぞれ一人っきり行ったり来たりしてるんだけど、でも見上げた星空は一つなんだ。また俺の顔なんか描いてる。描いてる？この子俺のこと好きなのかなって考えらんないの？じゃあまた明日。もう今日だよ。あ、そっか。さ、じゃあまた後で。寝坊しないように。目覚ましかけて。パジャマ着て。歯磨いて。毛布にくるまって。いい夢見て。カンチの夢でも見ようかな。じゃあ俺も。じゃ。じゃ。バイバイ。バイバイ。おやすみ。おやすみ。寝坊すんなよ。それさっき言った。あ、そっか。いい夢見て。それも。なんかこれじゃいつまで経っても帰れないね。そんな夜もあるよ。うん。じゃあさ、こうしよう。せーので一緒に後ろ向くの。オッケー。せーの。いいなぁ。カンチ。何？カンチ。なんだよ。カンチ。だから何？カンチ。いい。あ、行っちゃった。悔しいな。何言ってんだっけ？ちょっと待てよ。